す。ありがとうございます。じゃあ続きまして、はい、しゅんさんからいただきました。ありがとうございます。彼女とデートをした帰りの話です。やばい。私はいつもデートの帰り際に彼女にキスをするのですが、彼女を家まで送った後、いつも通り〇〇こっちおいでと言って優しくキスをしました。しかしキスをした後、一瞬間ができて、あれどうしたのかなと思った。その時、もっとと彼女から積極的にキスを求めてきたんです。彼女の言うもっとが可愛すぎてとにかく尊いです。いや、よくそれからどれくらいしたのか、まだあった、おそらく30秒近く、とりあえずそれくらいキスしてたと思います。その後彼女から長いと突っ込まれました。以上です。すごいね。なんかよく送ってきたね。誰だよ。いるのか。確かにちょっと気になるな。気になるな。いるのかな。うぜえ、自慢話。うぜえ。うぜえ。すごいね。本当にいるの、そんな人。いや、いるでしょ。いますよね。そういう経験皆さんありますよね。ないですか。首振ってる人いる。めちゃくちゃ首振ってる。すごい首振ってる人いて悲しくなっちゃいましたけれども、その後彼女から長いと突っ込まれるって、うわ、すごいな。すごい。旬27歳。うわ、すごいね。まあまあいいんじゃないですか。ちょっと怒ってる。いやいやいや。じゃあ次。ペペ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 ペ